昨日富士市で83歳の女性が軽トラックに跳ねられ、重傷を負いました。軽トラックは逃走し、警察がひき逃げ事件として捜査しています。昨日午前10時ごろ、富士市天間の指導で歩いていた女性が軽トラックに跳ねられました。跳ねられた富士市に住む83歳の女性は右足を骨折するなどの重傷です。 女性を跳ねたた。軽トラックはそのままま逃走しました警察はひき逃げ事件として周辺の防犯カメラの映像を調べるなど逃げた軽トラックの行方を追っています。